すみません、豚まん2個とシューマイ6個入り1つ。温かい商品でご用意させていただきます。はいはい、豚まん2個とシューマイ6個で870円でございます。ビーズのトークジムにようこそ。ビーズ専門解説の敦です。やってきました。9月の23日大阪長居スタジアムに到着いたしました。愛知ともね、静岡とも違って今日はですね風が吹いてて結構涼しいっていう一日なんですけど、今日のこの夜はですね、暑くなるんじゃないでしょうか。まあ、大阪に行った人もですね行けなかった人もですね、思い出として残れるようなね、そんな動画にしたいなと思います。最後までよろしくお願いします。というか今日はあれですね、9月の23日なんで、稲葉さんの誕生日ですね。そんな記念する日にチケットが取れてることが何よりもね良かったんじゃないでしょうか。ちなみにさっきねあの9月の21日のライブ行かれたって方の話聞いたんだけど、まあ、マジで地獄だったらしいですね。雨が降ればね盛り上がるんだけどやっぱ個人的には雨は嫌かな。ただいま昼の12時です。僕はお腹が減った。ご飯を食べようと思います。さっき新大阪で買ったこいつですよ。こいつこれを食べるに決まってるじゃないですか。じゃあまず豚まんから。いや美しいな、たまんねえこの感触。そしてこちらがですねシューマイです。この見てください、この肉肉しい感じを。じゃあちょっといただきます。なんかこう静岡とはですね、打って変わって街中のスタジアムですね。なんかライブに来たって感じがしますね。ちょっと中に突っ込んでいきましょうか。まあやっぱりもうね9月ももう終わりに来てるんでだいぶ涼しいですね。夏が過ぎてこう秋の風がちょっと混じったような空気ですね。快適とは言えないですが、まあ、暑くもないというねそんな感じです。こちらがですねフードコートですね。あなんかもうねいろんな食べ物の匂いがね、めちゃめちゃ充満しています。まあ、さっき551食べたからねもうお腹いっぱいなんですよ僕ね。いろんな人いっぱいいますね。いっぱい食べてますね。さあ、見えてきましたツアートラックですね。ちょっと位置を離して3台掲示されております。ここと、こちらの方にもですね、2台ツアートラックが展示されております。いや、とってもいい天気ですね。快晴。気温はちょっと上がってきてるんですけどね、風があるんでまだまだ耐えれますね。また体調が悪くなっているお声掛けください。毎回ねこう撮影の時って終わってみれば大体20キロ近く歩いてるんでもう終わる頃にはね足ヘトヘトなんですよね。お声掛けください。
今ちょうどリハーサルでなんかドラムの音が聞こえてきますね。本当にありがとうございます。よく考えたら42歳のおっさんが一人で撮影っておかしいだろ。俺は一体何をやってるんだって毎回ね、そんな気持ちに駆られます。あ、疲れた。あ、気持ちいい。太陽が眩しいぜ。ただいまの時刻はですね、13時半なんですけども、だいぶ人だかりも多くなってきて、今さっきまで、多分ね、あの会場の中でリハーサルをやってたんじゃないかなと思います。幸いにもここの会場はですね、冒頭から言ってる通り風がよく吹くんでですね、それに助けられてる感じがしますね。コーヒーうまっ。はい、ですね、時刻はですね、夕方の4時半になりました。そろそろね、会場入りしないともうちょっと間に合わないんで入りますけれども、大阪セミファイナル楽しんで行っていきたいと思います。おとといと違ってすごくもう天気も見ての通り快晴で、多分普通に通常通りメニューをやってくれると思います。僕は今年最後のビーズを、思い切り堪能しようかなと思います。というわけで行ってきます。ただいま、夜の8時40分です。規制退場出るのに30分ぐらいかかりました。スーパースイート、やべ楽しかったな、やっぱ最高だったわ。全然見ていただいてもいいんで。めっちゃ今日楽しかった？楽しかったです。映すよ。はい、というわけでですね、今時間は夜の9時です。ライブやっと終わってですね、会場の外に出れたんですけども、すごくね盛り上がった夜だったですね。いや楽しかった。ちょっとね、あの気になったのは最後稲葉さんが足を引きずってたのがちょっと僕も気にはなったんですが、相変わらずの肺活量とハイトーン、そしてパワフルなギターがですね、この大阪に炸裂したんじゃないかなと、思います。僕はもうあの今年のプレジャーはね、もう今日が最後なんですけども、明日ファイナル行かれる方はですね、もうぜひね最後の最後まできらめいてほしいなと思います。はい、最高のね、夜には本当ふさわしい過ごしやすい天候だったことも本当にいいことです。本当に今日は天候に恵まれた一日だったんじゃないかなと、思います。まあ、僕もねあの今日いろんな人に喋りかけていただいてですね、いろんな動画を撮る、こう現世みたいなものをね、視聴者の方からいただいたと思います。この場を借りてお礼申し上げます。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また、別の動画でお会いしましょう。さようなら。